ちらなんですか、見えますか。お、難しいね。漢字なんて読むか分かりますか。中国料理。中華おりゃん。中華おりゃん、うん、違いますよ、中んだかり。おい、日本語かい。行きましょう。はい、こんにちは。いらっしゃいませ。どうもこんにちは。めっちゃ石井さんが ねあ、もうやっぱ中んだかりってこう、はい、沖縄の名字とか地名とかですか。あ、そうですね。ああ、ご主人沖縄の方ですか。あ、そうなんですね。ずらりとやはり色紙がね飾られてますね。ただもうひときわど真ん中に、まあね、隠されてます。あの方を当てろと。じゃあ早速あの方が頼まれたであろう自慢のあれを、はい、よろしくお願いします。はい、かしこまりました。その有名人は決まっていつもこれを食べ、ボリュームたっぷり自慢の中華定食の登場だ。お待たせしました、自慢のあれで。あら、うわ、酢豚ですか。はあ、中んだかり自慢のあれは酢豚セット。メインとなる酢豚にバンバンジーと杏仁豆腐がついた人気のボリュームセットメニューだ。ご飯が進むようインパクトある味付けに仕上げたという熱々の酢豚、お肉の食感とそのお味をじっくり楽しんでちょうだい。うん、うまい。うん、うまい。タレ最高にうまいですね、うん、豚もさることながら、うん、ちょっととろみもあってね。そう、シンプルなケチャップなんですけど、ご飯に合う感じで、はい、酢を多めに。あ、なるほど。でパンチの効いた感じに、うん、はい、そうですね、普通のあれよりは酸味が効いてる。ご飯、はい、ご飯が進むくんですねこれね。うわ、うん、芸人は絶対言わないとされる。いや、まあ芸人じゃないですからね。何なのお前。プロ野球選手ですから。そうなんだ。はい、違いますよ。間違います。怒られますよ、プロ野球選手に。肉はどうですか、食感は。いや、あのね、歯ごたえもね、良くてサクッとした感じを残したいんで、うん、最後にできるだけ野菜とお肉を入れて。お肉がまた多いからいいね、うん。これ豚肉自体は下味がついて、はい、ついて、あの片栗粉でだ閉じ込めて、旨味を。そうですね、噛んだ時にまた中から違った味が。うん、野菜もあとざく切りで、はい、これはうまい。これもやばいんじゃないですか、営業時間、お客さんの数。ああ、ね、そうですね、うん、はい、ありがとう。これもう中んだかりじゃなくて人だかりですね。ありがとうございます。ありがとうございます。はいはい、美味しさの秘密いきますよ。ポイントは揚げた豚肉や野菜を最後にあんと絡め仕上げること。サクサク食感をできるだけ残し、噛み応えを楽しむことを大事にしているんです。さあ、この味のファンという誰もが知る有名人とは。まずは第一ヒント。はい、2015年流行語大賞トップ10入り。2015年前か。15年。15年の流行語大賞、大賞自体は何だったんだっけ。あ、トリプルスリーかだね。そうか、そういうことね。とにかく明るい安村。これも絶対聞けば分かりますか、この流行語。あ、分かりますね。 お子様からお年寄りまで。お子様からお年寄り、はい、そうそう、あの歴史的出来事の立役者、これでわかるんじゃない。はい、早稲田出身のアスリート。はい、ピンときました、五郎丸。いいのかい、ボケろよ。ボケさせろよ、こっちにも。いらんいらん、もう寮がまあ近くにある。あ、近いんですか、ここから。はい、で、その五郎丸選手があの酢豚を。そうですね、もうほとんど酢豚セット。酢豚もうほとんど、もう来たらもう酢豚を作り始めるぐらいにいいぐらい。もうだなって、まあ、一つなんかルーティンかもしれないですけど、はい、肉は全部食べるんですけど、はい、野菜はほとんど残ってる。野菜嫌いないかい。アスリートとしてあるまじき姿だな。良い子の見本に全くなりませんね。そうですね。その代わりご飯は超大盛りでペロリと平らげるんですって。さあ、最後はビシッとトライを決めてね。エディ何にもないですよ。エディしかねえのかよ。ボリュームはもちろん、メニューも盛りだくさん。あなた好みの一品見つけてください。